田中みな実の歴代彼氏がすごすぎる。 TBS からフリーに転身し、現在は女優業などマルチに活躍する田中みな実。多くの有名人との熱愛報道があった。まず最初はお笑い芸人の藤森慎吾、真剣交際も報じられ、そのままゴールインするかと思われたが、2015年に破局。その後サンジャポ AD、 関ジャニ∞の横山優、元プロ野球選手の小林誠司、内視鏡の医者前田ゴードン、北村匠海と数多くの男性との交際報道がありました。そして2023年末、人気アイドル亀梨和也との結婚が噂されている。吉岡里帆の歴代彼氏、実は結婚していた。ドラマや CM に引っ張りだこの吉岡里帆さんの結婚の噂が絶えない。それは常に彼氏の噂があるからだ。町田啓太、松坂桃李、長瀬智也、山田哲人、成田凌、玉森裕太、吉沢亮、千葉雄大、星野源、中川大志、ロングコートダディ堂前、佐藤健、共演した男性とは必ず噂が立っていました。どの噂も信憑性に欠けるものばかりでしたが、佐藤健さんとは自宅マンションでの姿がスクープされていました。2024年現在では噂はありませんが、吉岡さんには結婚願望があるようで、電撃結婚というのもそう遠くないのかもしれない。恋愛に真面目な長澤まさみの男性遍歴、意外にも危なかった。一人目は二宮和也、ドラマ優しい時間で共演後に発展。しかし二宮さんが水川あさみとの密会報道で破局。二人目は明、同郷で親同士も知り合いで、付き合うも恋愛とは少し違ったのかも。三人目は岡澤隆弘、広末涼子さんの元夫であり、黒い組織とのつながりも囁かれていました。借金返済の肩代わりを要求され、断ったことで別れたとか。4人目は伊勢谷友介、ドラマ女信長で共演。何度もデートをスクープされ、結婚間近なのではと噂されていました。しかし2014年に伊勢谷友介さんの女性問題や DV で破局。今は仕事仲間や友人がいれば独身でも楽しく過ごせるし、自分に合うパートナーを探すのは難しいと語っていたようですが、世の男性は長澤まさみをほっとくはずがありません。10年間スキャンダルゼロの有村架純の歴代彼氏、そして現在のお相手は、過去の噂は13人ありました。どの噂も信憑性に欠けるものばかりでしたが、名のある俳優さんばかりでした。しかし2013年フライデーにて、有村架純さんと元平成ジャンプの岡村圭人さんが仲良くキスをしたりハグをしたりする写真が流出。この後有村さんは自身のブログにお騒がせしましたと謝罪文を掲載していました。そして2023年ニュースポスト7で有村さんとキンプリの高橋海人さんの熱愛がスクープされました。ドラマの共演から仲良くなり、同じマンションに住んでいるとのこと。年の差6歳、交際期間3年、互いの事務所は仲良くさせていただいていると否定せず、結婚の噂も。モテモテの有村架純はこのままゴールインするのか注目だ。国民的人気女優綾瀬はるかの歴代彼氏は、噂の数は多いものの実際はあまり多くないようです。一人目は山田孝之、世界の中心で愛を叫ぶで共演。二人目は大沢たかお、映画1、ドラマ人で共演。2010年スクープされましたが、お互いに交際を否定。三人目は松坂桃李、映画万能鑑定士級で共演。お互いのマンションを出入りしている姿や、広島の実家で両親と4人で食事をしたことなどが報じられました。4人目は佐藤健、2人は義母と娘のブルース新春スペシャルのロケ帰りに一緒に帰郷する姿が目撃された。34歳、元 AKB48 神7、篠田麻里子の歴代彼氏は、恋愛禁止の AKB48 在籍時に熱愛がスクープされたメンバーは罰則が課されていました。篠田さんも中居正広さんや堂本光一さんなどとの噂はありましたが、実際には噂止まりだったようです。しかしながら AKB の運営会社である AKS の元社長久保田康さん、こちらは熱愛というよりも愛人関係にあったのではないかと噂されています。 AKB 卒業後、篠田さんは2019年2月に3歳年下の美容師の一般男性と結婚しました。交際ゼロ日婚ということで話題となりました。その後子供を授かるも篠田さんの不倫疑惑が原因で別居、離婚となりました。現在の篠田さんの
離婚しない男での演技は見事なものだ。人生経験を積んだ彼女には今後も注目だ。